作れますよっていうんで、お客様のニーズに合わせて作り込むことができます。スライダー、ポイントは、はい、この電動スライダーで強度ロボットを動かします。こうすることで普段だったら2台とか3台いるようなスペースを1台のロボットでカバーに。資料を撮影してですね、はい、データベースのパーコードを読み取ってデータベースの名称と照らし合わせて出してます。軽量、三糖度計です。ワインの糖度と酸度を測るというアプリケーションなんです。ワイン、ワインです。こちらの5種類用意してまして、で今順番に測る。実際にそういうニーズあるんですか？いや、そうですね。どちらかというとこれを見てもらって、でお客様の現場に合わせたものを作っていきたいというのは、うん、